はいどうも、ケンマイです。今回なんですけども、今週のゲームソフトとゲームハードの売り上げランキング見ていきたいと思います。というわけで、今週なんですけども、ロックマンエグゼアドバンスドコレクションが発売されていて、僕も購入したんですけども、どんだけ売れてるのかなっていうのがちょっとわかんなくて、ただ、かなりね、このパッケージっていうところが店舗ですごい売り切れてるらしいんですよね。で、こう、転売が結構メルカリとかに出しているとか、そういった状況も見られていて、どうやら結構売れてるような感じがしているんで、そんなところのね、売り上げっていうのが気になるところですよね。はい。で、あとは、いつも通り PS5 とかね、Xbox、どんな状況なのかな、国内どんな状況なのかなっていうところをね、引き続き見ていきたいなというふうに思うんで、今週もいつも通りやっていきます。よかったら最後まで見てってくれると嬉しいんでよろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、まずは PS5 の方の売り上げを見ていきましょう。はい、PS5 通常版なんですけども、今週 39,799 台売れていて、累計で286万台売れました。デジタルエディションの方が 7,241 台売れていて、累計で46万台売れました。というわけで、そうっすね、気づいたら国内で350万台ぐらい、売れてるっていう状況になってきてるんで、かなりね、この PS5 勢力っていうところは、ここ半年ぐらいで一気に、伸びているという感じになってると思います。で、漢字の売り上げっていうところに関しては、ちょっと前よりは、下がっているような状態になってますよね。8万台ぐらい毎週売れていたんですけども、そこからちょっと落ち着いてきて、今は4万台前後をずっと毎週やってるって感じなんだけど、全然ね、売れてる方なんじゃないかなというふうにも思いますし、あとは FF16 の発売日とかにも合わせて、どんどんまた売れていくんじゃないかなと思いますね。はい。ただ、国内で350万台売れているにもかかわらず、やっぱ PS5 のゲームっていうところが、出てないっていうのもあるんだけど、あんまり出てないっていうのもあるんだけど、それよりもやっぱ出たとしても、あんまり売れてないっていうのが、ちょっと気がかりですよね。でもどうなんすかね。結局やっぱ PS5 の用途って言っても、すごい様々で、例えばこう Apex やりますよっていう人もいると思うし、中にはこう原神やりますよみたいな方もいると思いますし、既存のね、今までやっていたゲームの、その性能、スペックを上げるためにね、パフォーマンスを上げるために PS5 買いましたよっていう方もね、やっぱいると思うんですよ。あとは僕とかもそうなんですけど、PS4 を使いすぎて、もうボロボロになっちゃって、初期型だったんだけどボロボロになっちゃって、普通にゲームやるのもなかなかどうしようもないから買い替えようかなみたいな、ほんと軽い気持ち、新しいゲームをめちゃくちゃ気合い入れてやろうかなっていう感じではなくて、ほんと軽い気持ちで、買い替えてる方もいるのかなと思うんで、本当にそのね、購入意図っていうところは、人によって様々かなと思うところで、なかなかそのね、一概に新作ソフトが発売されても、みんながみんなね、購入するっていう形にはなんないのかなと思うんですよ。はい。でも、やっぱ、そういった意味でも FF16 はね、すごい注目度が高いと思いますし、あとは直近でね、公開されていたステートオブプレイの映像とかを見て、やっぱ欲しいなって思った方も多いと思うんですよね。実際に、Amazon の予約数ランキングとかもね、めちゃくちゃ上がってきているんで、あれ以降。なんで、かなりね、この注目度っていうところは、高いと思いますし、それに引っ張られて、FF16 に引っ張られてね、PS5 の方の売り上げも上がっていけばいいっすけどね。そんなところで今週 PS5 なんですけども、いつも通りぐらいの売り上げとなっております。さあ次 Xbox 見ていきましょう。今週 Xbox シリーズ X の方が147台売れていて、累計で18万台売れました。シリーズ S の方が149台売れていて、累計で25万台売れました。というところで、なかなかきつい状況になってきてしまったなというところですよね。やっぱちょっと毎週言ってるんですけども、PS5 がね、普通に店頭で購入できるっていう状態になってから、結構シェアっていうところを国内でもどんどん奪われているんじゃないかなというところがありますし、やっぱりその独占ゲームっていうところが、現状だとね、Xbox 側にあまり魅力がないっていうところも、やっぱあるのかなと思うんですよね、どうしても。なんで、やっぱりそういった意味でも、スターフィールドとかね、やっぱベセスダ系のゲームとかが今後独占されて、Xbox と PC でしか遊べませんよってなった時に、じゃあ一体それでどんぐらいの爆発力があるのかなっていうところは、ちょっとね、気になるポイントですよね。やっぱりゲーパスっていうところの魅力はね、すごく高くて、本当に魅力的なんですけども、かといって、じゃあかなりね、この洋芸っていうところの、幅が広くて、国内のね、ゲームっていうところで言うと、あんまりっていう現状もあるっていうのもあってさ、やっぱりゲーパスっていうコンテンツもゲーマーからするとね、僕もすげえ魅力的に思うんですけども、やっぱカジュアルな層っていうところからすると、微妙なのかなっていう感じなんですよね。その実際問題、カジュアル層がゲーパスを遊んだ時にすごいなって思うと思うんですよ。かなり幅広いゲームたくさんあるんで、カジュアル層にもかなり響くようなゲームたくさん入ってるんだけど、ただ外から見た時にわかんないんだよね、なかなかね、それがね。僕は実際にやっぱ契約していて、もうずっと使ってるからこそ、中身どんな感じでどういうゲームがあってってわかるからこそさ、カジュアル層もいいだろうなって、ちゃんと楽しめるものだろうなってわかるんだけど、本当にあんまり触れてなかった人が、いざじゃあ、ゲーパスっていうところを外から見たときに、なかなかね、とっつきづらいみたいな状態が、やっぱあるのかなって思うんだよね。で、そういった意味でも、龍が如くとかそういったゲームがたくさん入ってるのがいいと思うんだけど、もっともっとね、国内向けのゲームっていうところ、日本のゲームっていうところを、強くしていってほしいなっていうところはありますね。はい、というわけで、今週 Xbox なんですけども、あんまり状況としては良くないのかなと思います。次、スイッチ見ていきましょう。今週スイッチ通常版の方が8681台売れていて、累計で1927万台売れました。ライトの方が6762台売れていて、累計で527万台売れました。有機 EL の方が33,351台売れていて、累計で421万台売れました。というところで、そうっすね、いよいよ、そろそろね、ゼルダのティアキンが、発売を控えてるという状況になってきて、またね、一つの盛り上がりというか、爆発がね、スイッチ側であるんじゃないかなって思うんですけども、どうなんですかね。ぶっちゃけ、今、ティアキンとかをやりたいなって思ってる人って、やっぱすでに、スイッチ持ってるよっていう人が結構多いと思うんですよ。やっぱここまでの流れで、もちろんね、ブレワイをやっていたりだとか、ポケモンやっていたり、スプラをやっていたりだとかで、やっぱどっかしらのタイミングで、スイッチ買ってる人っていうのが、もう多いんじゃないかなと思うんで、この次のね、やっぱ盛り上がりであるティアキン発売っていうところで、どのぐらいね、スイッチの売り上げっていうのが上がるのかっていうのは、ちょっと読めないんですよね。もう、国内浸透しきってるんじゃないかなって、正直僕的には思ってるからこそ、それでまた新たにね、スイッチの売り上げ爆増につながるのかっていうのは、まだちょっとね、ここは見どころなんじゃないかなというところで、ちょっと楽しみにしています。はい、そんな感じで、スイッチの売り上げに関しては、今週は普通ぐらいかなというところで、今週のゲームハード売り上げランキング以上となります。さあ、続きましてゲームソフト売り上げランキング見ていきましょう。10位初登場スイッチドカポンキングダム。5411本売れました。というわけで、ドカポンって僕やったことないんですよね。本当にね、僕ドカポンとか、あと、なんだろうな、頂きストリートとか、ああいう系、あと、桃鉄とかさ、ああいうちょっとボードゲーム系の、すごろく的なゲーム、なんかマルチで遊べるすごろく的なゲームあるじゃないですか。そういう類のゲームって俺本当にやったことなくて、歴史が結構長いっていうことは知ってるんですけども、でも本当にね、やっぱりパーティーゲームとしては昔からかなり名前が上がっているんで、しっかり固定ファンはいるのかなと思いますね。ちょっと買ってやってみた方、ぜひ感想をお待ちしております。さあ次、9位、前回8位でした、スイッチ、ニンテンドースイッチスポーツ。5564本売れていて、累計で105万本売れました。続きまして8位、前回5位でした、スイッチ、スプラトゥーン3。7147本売れていて、累計で398万本売れました。さあ、続きまして7位、前回2位でした、PS4 バイオハザード RE4。7189本売れていて、累計で12万本売れました。というわけで、僕もね、バイオハザード、今回ね、RE4 は PS5 の方で買ったんですけども、射撃場が難しすぎて、やっぱ俺、普段からね、こういうエイム系のゲームに関しては、やっぱシューター系のゲームに関しては、ほんとマウスとキーボードでばっかりプレイしてるんで、パッドでのエイムっていうところが本当に難しくて、あれ射撃場をパッドで完璧にクリアしてる人いるんですかね。あれマジで難しいっすよ。なんでそういうのもあるんで、ちょっと PC 版でもちょっと買い直したいなというふうに思ってますし、あとはPS5 版の方ではね、VR をちょっと待っております。さあ続きまして6位、前回7位でした、スイッチマインクラフト。7307本売れていて、累計で310万本売れました。さあ続きまして5位、初登場 PS4 ロックマンエグゼアドバンスドコレクション。7871本売れました。というわけで、ちゃんとPS4 版がここまでランク入りしてくるのってちょっと意外だったなというふうに思いますね。これ思ったよりも売れてるんじゃないかなって思うんですよ。多分スイッチ版の方がこの上にあると思うんで、ちょっと期待できるランキングかなと思います。さあ続きまして4位、前回3位でした、スイッチマリオカート8デラックス。9071本売れていて、累計で524万本売れました。続きまして3位、前回4位でした、スイッチポケットモンスタースカーレット&バイオレット。94 499本売れていて、累計で499万本売れました。はい。もう来週あたりに500万本いくんですかね。めちゃくちゃロングセラーですね。続きまして2位、前回1位でした、スイッチ星のカービィ Wii デラックス。11,372 本売れていて、累計で380万本売れました。というわけで、まあ、かなりやっぱりね、ロングセラーなんですけども、今週はね、この1位の座っていうところを明け渡してしまっております。そしてその1位に輝いたのが、今週の首位初登場、スイッチロックマンエグゼアドバンスドコレクション。52,375 本売れましたというところで、いや、かなり売れてるなという印象を受けましたけどね。正直、やっぱりなんだろうな、この手のリメイク作品みたいな、まあリメイクというかリマスター作品みたいなね、まあ移植系のゲームって、まあその話題性っていうところ、ノスタルジーを感じて、まあ発表当初とかは結構話題になるんだけど、実際に発売してみるとあんまり売れないですよっていうパターンが、まあ結構あると思うんですよね。うん、実際に盛り上がってたんだけど発売前はみたいな、発売してみるとあれこんなもんなのみたいなところがあると思うんだけど、このロックマンエグゼに関してはめちゃくちゃ売れてますね。はい、まあ実際僕も欲しいなと思った、ゲームですし、やっぱ世代の人が多いんですかね。うん、まあかなりやっぱり人を魅了し続けた、ゲームっていうところで、まあ1から6まであって、まあ長い間こうね育成されてきたコンテンツっていうのもあって、やっぱノスタルジーを感じてほしいなって、思ってしまう方がいると思うんですよね。まあ、あとは当時なかなかできなかったオンライン対戦っていうのが今回ね実装されたっていうのもまたでかい要因かなというふうに思ってます。ただやっぱりね、まあ、僕も結構みんなから話を聞いてるんですけども、PC 版とかあとは PS4 版っていうところでやっぱ人口が分散してしまってクロスプレイ対応してないんで、まあ、そういったところでなかなかちょっとね難を抱えてるという感じの状況になってるそうです。まあでも本当にちょっとこれに関しては意外だったというか、5万本以上初週で売れると思ってなかったんで、まあ、コスパいいしね、値段もまあ他のフルプライスのゲームに比べて安いし、今やっても全く色あせないゲームなんで、まあ売れてしかりかなというふうに思いますというところで、今週首位に輝いたのはロックマンエグゼアドバンスドコレクションでしたという感じで、今週のソフト売り上げランキング以上となります。さあというわけでやってったんですけども、はい、まあ今週というか、まあ、ロックマンエグゼ僕今やっていて、あとはまあパスオブエグザイルとかをやっている感じの状況で、まあいつもよりゲームの発売っていうところは落ち着いているんですけども、まあ、来週にはね、ジェダイサバイバーがね、発売されるんで、まあちょっとこれもまた楽しみですよね。まあ、それに合わせて僕ちゃんと映画456を見直すっていうね、ところやってるんで、発売前に123もしっかり見直したいなというところで、まあ、ちょっとね、ほんと楽しみですね。はい、というわけでね、今週はこれで終わりたいと思います。この動画良かったよ、なんか最後まで見ちゃいましたよというそこのあなたや、たまたまね、おすすめや検索からたどり着いたそこのあなた、ぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいのでよろしくお願いします。このチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかバシバシ動画投稿しております。皆さんみたいなゲーマーにね、登録してもらえると僕としてもモチベーション爆上がりしますし、あとはね、いい情報いち早く皆さんにお届けできるんじゃないかなというふうに思うんで、ぜひよろしくお願いしますというところで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。